アイデアリスト、理想主義者のセルフイメージの紹介でございますと。The Self Image of Idealists。 異なるタイプの人格は自己イメージを全く異なる要素に基づいて構築していると。自分に良い意見を持つことは幸福、そしてしばしば成功につながるため、この4つのタイプの比較をして自分を知ることはとてもいいことですと。この上のチャートはですね、ほとんどの理想主義者が NF ですね、はい、自分を、そして他者に自分を見てもらいたいと思っているのは共感的であり、この共感っていうのは共に感じるという書いて共感と書いてあります、はいはい、あ、まあ、シンパシーもエンパシーもこの言葉ではちょっと判断できないですね、はい、共感的であり親切であり神聖である、まあ、正直ということですかね、うん、で見ていることを示していますと。他の属性、例えば芸術的な優雅さや大胆さがアーティザンにとって重要である一方を、理想主義者にとってはほとんど何もそれに興味を持ってないことがあると、はい、この理想主義者の共感親切神聖さについて見ていきましょうと。この理想主義者は共感的な性格で善意に満ちた性格で真摯な性格だと、はいはい、というところでまず、セルフエステーム、エンパシー、エンパシーという言葉を使ってますね、うん、はい、他者の靴を履けるっていう表現ですね、はいはい、僕にはできないんですけど、うん、要は体調は、はい、何を言ってるか分かるっていう言い方をするじゃないですか、はいはいはい、それはあのフレディ・ミカコさんの本、はい、他者の靴を履くというところでいうところの、はい、他人の靴を履けるんですね、はい、要は人が何を言ってるかっていうのを、はい、理解する、はい、僕はね自分の靴を脱ぎたくないんでしょうね、はい、だからあのシンパシーはできるんですよ、はい、かわいそうってか分かるよって、はい、悲しいよねはできるんですけど、はい、言ってることが、はい、はってことだと、はい、はってやっちゃうんですよ、はい、やればいいじゃんそんなんって、はいはいはい、大丈夫だよって、はい、でもここでよくやりますよね、よくやってるみたいですね、はいはい、反省ですよこれは、はい、でこれをやるくせになんか認知行動療法でやる手段として一番いいのは、はいはい、うん、自分がその落ち込んだ時に、はい、その落ち込んだ泣き言を、はい、自分が大切な人が言ってるんだとしたら、はい、あなたはどう対応しますか、はいはいはい、っていうのを言われて、はい、そうするとなんか僕の悩みを言うじゃないですか、はい、お前バカじゃないってそんなことで悩んでんの、はいはい、言うとやっぱりカチンときますよね、はい、すいません一人芝居申し訳ございません、はい、恋のからくり夢芝居、ここで書いてあるのはセルフエステムインエンパシーと書いてあります、はい、理想主義者の自尊心は彼らが自分自身や他者から自分の周りの人々との結びつきにおいて共感的、エンパシーの方です、はい、であるとみなされる時にマックスですと、最大ですと。理想主義者は人類に対して一種の自然なエンパシー共感を感じています。しかし彼らは自尊心を自分に最も近い人々とのエンパシーに基づいていると。 NF の人にとってこれは内向的な NF でさえ感受性豊かな個人的な結びつきなしでは人生は何者でもありませんと、うん、共有された経験や親密な愛着、善意そのものが共有されているかのような親密な関係なしにはNF の生活は成り立たないと言えますと。結局のところ NF は無関係でいることができませんし、彼らの関係の健康状態は彼らの自己の価値を測る際において何よりも重要な尺度ですと。関係が深く結びついて生き生きとしている場合、彼らの自己価値は向上し、逆に遠ざかったり問題がある場合は低下します。理想主義のジャーナリストで作家のエリ・ビーゼルは、自分の個人的な成長において共感的な友情がどれほど重要であったかをこのように思い出していますと。子供の頃、私は進歩し、考え、夢を見、共有し、呼吸するために
優しさよりも友情が必要でした。友達とのわずかな論争でも夜通し眠れずに、夜の散歩や幸福、人類の未来、そして人生の意味について議論の興奮をもう一度経験できるかどうかを思案しました。この分野での失望は学校での失敗よりも私にとって大きな苦痛を引き起こしました。理想主義者は一つの人に、ごめんなさいね、多分ちょっと訳がおかしいかもしれないんですけど、一つの人に近づくことに没頭することもありますし、家族、友達、教えているクラス、教会の集会などグループに深く関わることもあります。しかし彼らは共感的な人間関係以外にはあまり興味を持ちません。少なくともそれほど長くは。1960年代のエンカウンターグループ運動と呼ばれる宗教は主に NF によって推進され参加され、彼らは関係において大きな共感を求め、捉えにくい親密さを捉えようとしていましたと。彼らは多くのってことですかね。 T グループ、感受性グループ、ゲシュタルトグループ、マラソン、括弧裸体含む、ちょっとこの辺の表現が分かりません、はい、トランスセンデンタルメディテーショングループ、プライマルスクリームグループ、なんか多分アメリカでそういうグループがあるんでしょうね、はい、と思ってます、すいません。そしてもちろん EST にも参加しました。これらはすべて自由で愛に満ちた生き方を見つける努力の一環でした。彼らは言葉や非言語のコミュニケーションの次元を探求し、感情に完全に気づくよう努め、他者とのより密着で感受的な関係を築く方法を学ぶことを期待していました。これらのグループの多くで、彼らは求めていた交わりの感覚を少なくとも一時的には見つけました。これを精神的な結びつきの高揚やテリー・オパニオンとエイプリル・オコンネルが共有の旅と表現した経験としていますと。正確な瞬間に出会うと、まるで今まで存在しなかった場所にいるかのような気分になります。それを説明するのは難しいです。まるであなたともう一人の人が宇宙の中に一緒にいて地球を見下ろしているかのようです。しかし残念ながら多くの理想主義者はそうした初回の出会いが終わると生活のルーチンの中で薄れてしまうと報告していますと、はい、もうすっげーわかると思いながら聞いていたんですけど、はい、最近あの YouTube で、はい、ブラックマヨネーズの吉田さんが、はい、最近テレビ見ないですよね、はい、大阪に移ってるんですね、拠点を、あ、ブラックマヨネーズの吉田さんは、はいはいはい、理由は家族との時間がないことに気づいたと、はい、東京に行って米一杯食べれると、むしろ米びつ作ってあふれるぐらいあって人からは羨ましいって言われるけど、そんな米いらんと、はい、おかずが欲しいんだと、うん、米ばっかあっても、はい、俺はダメだって気づいて、うん、家族との時間がない、俺は家族がいないと無理だ、はい、となって、うん、今は大阪に拠点を移してるんです、はい、っていうのをよく滑らない話に出ていらっしゃる兵道さんってご存知です？わかんないです。兵道さんという多分見ればわかると思うんですけど、はい、その人と YouTube で2時間ぐらい喋ってるんですけど、やっぱり家族が大事だよなみたいなのを喋っていて、うん、僕は今まさしくそれで、はい、毎週土曜日の6時25分から大人のプリキュアがやってるんですけど、はい、それを家族で見るっていうのが一番の幸せの時間なんですけど、はい、ここに書いてあったなと思います。はい、はい、なんか単身赴任って意味が分かんないんですよね、はい、家族のためって言って平気なんだろうかと。家族を大事にするために家族と会わないっていう生活って大丈夫って僕は思ってしまうんですよね。まあ辞めれないとかはあるかもしれないですよね。そうなのか。辞める勇気がないとか。なんか僕はそこをね、平気とは思えないんですよ。辞めるのは平気だったら辞めますね多分。はい、まあそういうところじゃないですか。辞めて大丈夫だとか食わしていけるだろうかみたいな不安が強い人もいるわけじゃないですか。ああ、でもなんかそっちのが情緒不安定になる気がするんですよ。はい、なるかもしれないですけど、家族がいない生活、はい、どうなんですかね。はい、
体調は平気そうですね。まあ多分、はい、むしろまあ平気です。多分1ヶ月ぐらい会わないとかも、誰かがいなきゃなんてことは思ったことはないですもんね。家族は家族も、妻ちゃんは、妻ちゃん別に元気でいてくれれば別に問題はないですよ。コミュニケーションはよ、コミュニケーションは別にいらないですもんね。多分これがタイプなんでしょうね。はい、はい、